俺でもね、ここにね、デスイーターのタトゥー入れようと思って、丸のここら辺にデスイーターのタトゥー入っとって、そうで、あそこどこだ、LA か、LA だったっけな、ベガスだったっけ、LA から、LA のユニバに行った時にね、あそこハリーポッターのブースがあんのよ。それハリーポッターのブースでさ、丸がね、デスイーターのねタトゥーを見せたっちゃん。したら店員がもうさっきまでニコニコしとったのにめっちゃ眉間にシワもうバリ入って、もう釣り線とかもうぽいみたいな、おデスイーター早く帰るみたいなリアクションしてきて、めちゃくちゃ面白いと思って、すごいやん、それすごいやん。やけん俺ここにマジデスイーターの炭入れてからユニバ遊び行こうと思って、めっちゃちゃんとしとうや、めっちゃおもろくて行きたいなと思って。そうそう、さすがよね、いいよね、そういう演出とかすごい楽しくない、プラスで楽しめるので得やん。やっぱああいうとこではやっぱそうやけ、それ見てめっちゃ羨ましいと思って、いやそう、やっぱそういうのがやっぱああいうとこで働く素質なのなと思ってさ、やっぱプロはすげえと思ってさ、そう入れたいと思ったけん、そう入れようと思って、よくねめっちゃデスイーターの、そうあれ結構かっこいいよな、デスイーターの墨入れようと思って、ヴォルデモートの俺鼻ノーなるやん、あいつのコスプレめちゃくちゃむずくない、さすがに CG やん本編も、ガチ、いやガチでビビったじゃない、さすがにそういう演出やろ、だってそれ以外にいっぱい墨入ってない、そうファンタでかいっぱいアホみたいなファンタ買った、こっちのファンタさ濁ってないめっちゃ、こんなオレンジってこんなオレンジやったっけ、俺さファンタってさちょっと透明なイメージあったよ、グレープとかってさちょっと透けてない、わかる、マックとかで買ったさ、なんかめっちゃ濃いっちゃん、濃いよねオレンジ、そうめちゃくちゃ濃いよね、これ果汁が本当に入っとんかな、マジで英語すら書いてないけん、なんかマジでなんかよくわからんね、よくわからんけど250ミリって書いておる、でも多分これ多分250ミリじゃないわ、何かが250ミリ入っとは果汁かもしれない、インクか、まあでも美味しいけんいいや、全身に入れてまた入れたくなったら、俺が全身に墨入れてまた墨入れたくなったらお前の体使って俺が入れたい墨入れるよ、そんな当たり前やろが、体貸してくれや、もちろんそうよ、パトローナムって言って何が楽しいん、お誰が汚れたちや、やめろ泣いちゃうぞこのままあ、イースタの体使って入れたい墨入れてくれちゃおもろい、やじゃああいつにはまずここから縦にピアノの墨入れてもらう、 でボタン押したら音が鳴るように体いじってもらおうぜ、海外のラッパーとかさここに時計埋め込んだりさ、だったらカメラとか埋め込んだラッパー知っとう、すごくない、アメリカの手術さ すごいよね、わかる、海外のラッパーってここウィーンってしたらここカチャカチャみたいな開いて、アイアンマンみたいなねカメラが出てくるやつがおるとすごくない、水お風呂とかどうするっちゃろうね、結構気になるんやけど、あれユータに例えてみたらめっちゃおもろいね、バリバズりそうやない動画でめっちゃ嫌がっとってほしい、でなんかあのプレイで使うさ、こういうさあのさ手足を固定するあれにユウタくっつけて今から入れます、ピアノの炭ですって言って俺が入れるCG じゃないんじゃないと、あれそれ生配信でやろうぜ、で俺そうかなんかの仮面かぶっとくけん、なんかデスゲームみたいにしてからさ突然パン捕まえてきてやろうぜユウタに、今から君にはピアノの炭を入れてもらうって言いながらやろう、あ鍵盤埋め込めばいいや、確かに、鍵盤埋め込もうぜ、本物のピアノに近づいていくやん、めちゃくちゃいいやん、絶対そっちの方が数字伸びるって、いいやん、融合すればいいやんね、そうめちゃくちゃいいやん、いい音鳴らせ多分、いや自分でこうやってさこうやってここに鍵盤埋め込んだら自分でこうやってポチポチ押せるわけやん、したらあいつどこでも曲作れるしどこでも配信できるよ、だってさ別にピアノ多分片手でこうやって弾けるけんさ、こうやってさなんかさあのセルカボーみたいなの持ってささ外とかでもさピロピロさピアノ弾けるしさ、待ち合わせ場所とかでさ、あゆうたどこかわからんみたいな、パン電話してちょっとピアノ弾いてんって言ってさ、あわかった、ポロンポロンポロンって言ってポロポロン聞こえるわって言ってさ、ちょっと近づいていったら待ち合わせにも困らんくない、人工呼吸した音なりそうやね、めっちゃいい、それめっちゃいいやん、バリ楽しいなそれ。
で千葉にはマジで絶対入れ墨入れると思う。そんなもしょうがない。うちの会社に入る条件に入れ墨入れることが入っと思う。あんまないそういう会社、墨入れることが採用の条件ですあんまりない会社やけん。うちストリートピアノやばいね、本物やん、かっけえ。言うとバンされんやん、ここにピアノ埋め込まれとるぐらいじゃバンされん。さすがにツイッチのこと舐めすぎ。俺お腹空いたもん普通に。言うたもん、いやかわいそうやろ、あいつ小学生やろまだいやそう普通逆なんよ、炭入っとう人はダメだよ、うちもうさ、うちの会社に入ったら炭入れるしかねえよなみたいな、よくわからん風潮がある。一番最悪の同調圧力みたいなやつあるけんね、マジで。すぐなんかあったら、でもお前炭入ってないやんとか、意味わからんマウント取られたりするもん、この会社やべえよマジ。普通にブラックやけんよかったと思って、俺入れ墨入っとってよかったなと思ってさそんなんでマウント取られるのマジやってられんくらい。